青コーナーより燃え盛れバーニング小橋健太入場。熱血戦士オレンジクラッシュ小橋健太の入場であります。赤コーナーよりノアの名手その魂を握りしめ三沢光晴入場。社長、小橋さん、シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。小橋、青コーナー186センチ120キロ、小橋、小橋健太、小橋、赤コーナー185センチ110キロ、三沢光晴。レフリーレッドシューズ運動。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。うわっ、逆に起き上がった。ショルダータックル、腰を落とします。ハンマーが襲ってまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした。タックルでぶちかまします。このポーズです。組みに行きます。投げてまいります。肘を打ち込んでまいります。掴んだ、蹴りを見舞ってまいります。掴みます。フロントからのキック、ガードします。あっと、返します。走り込んでのエルボー、掴んだ、重いチョップであります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。蹴ってまいります。掴みます。チョップがうなってまいります。起こしてまいります。キックを打っていきます。膝の故障からついに完全復活を果たしました小橋健太。長期欠場という地獄を乗り越え、再び頂点に上り詰めたノアの鉄人であります。熱すぎるその魂、今宵も完全燃焼、早くもバーニング。返してまいります。腕をフックします。打ち込んでまいります。行くのか、
フライングメイヤー、あっとエルボー、カバーの体勢、肩が上がります、ロックアップ、ロープに振って打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。スタンディングを取らせます。組みに行きます。こうやって後ろに倒れる時の受け身っていうのはレスラーの生命線なんですよ。受け身のうまさっていうのはいわばレスラーの力量ですからね。なるほど、そうですよね。掴んだ、汗がミストとなって飛び散ります。強烈に締め上げてまいります。ロープにブレイクしました。あっと、逆に捉えた、テイクダウン、ねちっこい展開に移行してまいります。掴みます、エルボーを入れていきます。ランニングしたらエルボー、先頭を見舞ってまいります。高周波数の音が館内に響きます。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。起こします、させません。打たせません。フロントに捉えます、エルボー、ランニングしたらエルボー、引き起こします、エルボー、抱き起こす、ジャーバー、後頭部痛打、いけるか、ストバックに突き刺さった、組み合った、デンジャラスエリアから投げを見舞った、一気にスパークするのか、場外に降りる、綺麗に入りましたよ。首をかっ切ったか、頸動脈へのチョップ、起こした、タックルぶちかわし、引き起こす、おっと外した、リングに戻ります、ガチッと組み合った、ブレインバスターで投げつける、10分経過、10ミニットファバックに回った、今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか、決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。ブレンバスター行くのか、ブレンバスター、おっとこれは対空式、今側頭部ですね。後頭部痛打か、一気に行くのか、カバーの体勢、もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよ。ロープに飛ばした、あっとエルボー、立たせていく、スピンエルボー、立たせていく、エルボー強烈、あっとうまく切り返した、バックを取ってエルボーで返す、エルボー、抑え込んでロープブレイク、組み合った、ロープに振ってランニングダックブレイクアタック、そのまま体固め、ロープブレイク、ロープブレイク、ガチッと組み合った、あっと投げていった、チョップ後頭部カバーした、カウント2返しました、
首根っこを掴んだ。エルボー走者ホール逆水平、ミミズ払いになる逆水平。カウント 2.5、 チョップ強烈、カウントは入る。3つ入りません。いけるか、ロープリフター、エルボー強烈、引き起こす。15分組み合った、15 minutes pass、 対角線に飛ばした。あっとエルボー抱き起こす、抜くのか、リバースで返した、ロープに逃れました。頭を掴んで頸動脈へのけさ切りチョップ、体を預ける、ロープに逃れた。熱すぎる戦いだ。歓声の方が鳴りやまない。これぞ最強の格闘技プロレス。あっと垂直落下式のブレーンバスター、ロープブレイク掴んだ、エルボーを入れていく。腕をフックした、これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。エビに固める、ロープに逃れました。ブロックした、気合を入れた、担ぐか、